どうも皆さんこんにちは、山内です。本日11月14日午前10時47分、ツイッターモンスターハンターライズサンブレイク公式にて公認ミラー配信者の発表がされました。私山橋は結論から申しますと入っておりませんでした。事実なので受け止めるしかありませんけれども、まあ僕もね、ずっとモンハンの動画とかを頑張って出して、やはり名誉なことなので、選ばれることは、選ばれるために頑張ってはいたんですけれども、このような結果となってしまいました。応援してくださっている皆様、本当に申し訳ございませんでした。僕自身としては健全な動画を出しているつもりなんですけれども、そういうわけではなさそうなのかもしれませんね。健全だと思うんですけどね。でも今みたいに認知されている前提で今お話ししましたけれども、こう思ってることもおこがましいことなので、また切磋琢磨して、次こそは公認ミラー配信者として選ばれるように頑張りたいと思います。おそらく次がラストチャンスだと思います。次選ばれなかったら多分おそらく終わりでしょう。多分最後のモンスターが次だから、頑張るしかないね。頑張るしかない。というわけで私からの発表は以上となります。今後とも私山橋が公認になれるように、ノーミラー配信からミラー配信ができるように応援いただければなと思います。今後ともエマーシをよろしくお願いいたします。